スカルマッシュ貫突のために8万原石課金しました。8万原石、12万円課金したのか。これで足りるか、貫突経験豊富なネルメロさん教えてください。12万原石、12万円課金か。500連か。なるほどな。原神は12万円課金したら8万原石もらえます。で、160で割ったら500連できます。500連でキャラ貫突は、いけるな。私の体感だと6割ぐらいの確率でいけると思う。私が結構背の割、私結構キャラガチャすり抜けまくって、7回中5回ぐらいすり抜けて爆死気味だったんだけど、まあそれでもね、1回あたり、まあよ、なんか40連とかで出てくれる時もあって、なんだっけ、590連で背の貫突できたかな。まあ運悪くてこれだから。原神のガチャは、だいたいだけど12万円課金してる人が、まあ、50-50 で貫突ぐらい。運がいい人は10万円切ります。キャラ貫突。君が、何、原石多分溜まってる分もあると思うね。ちょっと溜めてる分もあると思うから。まあ、それも込みで6割ぐらいで貫突できるんじゃないですか。貫突できなかったらちょっと運が悪かったなと思ってください。剣に近い。私の体感だとそんな感じだな。いろんな人の貫突とか、まあ、自分自身でも貫突してみたりしたけど。こんな感じです。